ビーズの松本隆弘です。サンダーインディースト 30th アニバーサリーエディション発売おめでとうございます。そうですね、もうラウドネスの皆さんとはかれこれ30年余りのお付き合いになりますけれども、このサンダーインディーストというアルバムがですね、30年前にリリースされる直前ですね、生前樋口さんが、このレコードが、このアルバムができて、日本に帰ってこられてた時にですね、ご自宅で大音量でこれを聴かせていただいたのを本当によく覚えています。1曲目のあのクレイジーナイト、もうこのタッカンのもうギターのリフを聴いた時にもう日本のバンドとはもう思えませんでした。 30th アニバーサリーエディションをリリースされるということでですね、つい先日タッカンと、それからマークにですね、発売前に聴かせていただきました。なんか本当にね、リリース当時のことを思い出したりだとか、みんなで一緒にこう飲んで騒いで、楽しかった思い出とかね、いろんなことを、思い出しましたけどもね、日本の、ロック市場にもですね、残る本当にたくさんのバンドに影響を与えた素晴らしいアルバムだと思います。僕も改めてまたじっくりと聞きたいと思います。先日、LA のですね、ウイスキーや55でライブを拝見したんですけどもね、なんかこう80年代からこうやって海外でやってこられたんだなっていうの、非常に感慨深い思いでライブを見ましたけれども、これからもですね、続けていただきたいと思います。世界各国でラウドネスの音楽を待っているファンがいると思うので、もちろん僕もその一人ですけれども、来年35周年、迎えられるということですけれども、35年と言わず、40年やれる限り、ロックし続けていただきたいと思います。